吉田さん、人生を変える皮肉の回答、変わった結果そうだったというね。つまり変えようと思った前も変わった後もそんなに変わってないっていうことなのかなと。だけどもだからこそね、自分の人生の軸から大きく離脱するときにはもう初速が最大速ぐらいのインパクトをガーンと与えないといけないでしょうね。新しいことを始めたときに圧倒的に飛躍するチャンスだと思うんですよ。それこそオーバーなぐらいね。でセルフバックでなんか売上実績が出て、まだ現金1円も稼いでない段階で80万円稼ぐみたいなね。で50人ぐらい集めるみたいな、なんかそのぐらいぶち立てて最初にガラッと変わるようなね、そういったインパクトを人工的に起こすってところもあるんじゃないかなと思いますね。まあ徐々に変えていく方法もあるんですけども、徐々にやってるうちになんか飽きたりね、もう他のなんかいい案件に目移りしたりするんじゃないかなと思うんですよ。いってらっしゃい。